はい、こんばんは。健一不動産の上村です。今日も、健一不動産 YouTube 動画配信始めていこうと思います。よろしくお願いします。今日はですね、動画配信始めてから8回目ということで、もう1週間経ったので、ちょっと今までとは、違う内容のものを一度やってみようかなということで、1週間ちょっと7日間、賃貸のお部屋探しに関するポイントっていうのを1回やったんですけども、今日はちょっと、1週間経ったということで、ちょっと趣旨の違うことをやってみようかなと思います。でですね、何かというと、この、DIY をするときに、これちょっと出すのが早いですね。今日はですね、DIY が最近流行っているので、その DIY をするときにおすすめの塗料みたいなものがあるんですけど、それをこうご紹介したいなと思います。建築不動産でもちょっと店内の内装を変えるときに、使ったものなんですけど、この、ワトコオイルっていう、木材専用の、オイルフィニッシュ、オイル塗料なんですけども、というのが、結構僕が実際こう使ってみて、いいなというふうに感じてます。なんかこう塗料とか、なんかそういうのってこう使ってみたい使いたいけど、なんかどれがいいとか、っていう、なんかネットとかにもね、いろんなこれがいいあれがいいとかっていろいろ書いてるんですけど、ありすぎて実際どれがいいのかなっていうのがあると思うんです。なので、僕もちょっと実際迷ったんですけど、で一度このワトコオイルを使ってみようというので使ってみたんですが、色味の感じとしては、すごくこう、僕的には好みないい感じで仕上がりました。色は今回ウィリアム、カラーオイルの、W12 っていうやつで、ミディアムウォルナット、滑舌悪いから大丈夫ですかね、ミディアムウォルナットという色をちょっと今回は、使用してみました。これがですね、結構木材に塗るときとかも、本当にもうコーナーホームセンターとかの安いハケ、買ってきて、3本で本当に数百円とかっていうやつなんですけど、それで塗っていってたんですけど、本当にこう、水というか、なんかこう塗り込むとかっていうよりかは、水でちょっとこう薄めながらとか伸ばしながらの方が塗りやすかったんですけど、すごくこうオイル状になってて、こうトポ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 とこうコップかなんか入れて、でそこからこう塗っていったんですけど、すごいこうスラスラ塗っていけるような感じで、すごく楽でした。でその木にこう、オイルが、塗料がこう染み込んでいってるなっていうのが、見ててもわかるような感じなんですけど、本当にこう使いやすい、扱いやすいような感じで、木材、塗料色付けがしていけたので、結構この、バトコオイルっていう、このミディアムウォルナット以外にもいろんなこう色があるんですけど、すごくこういいんじゃないかなというふうに思います。塗っていただいて、それをちょっとこう、何分間か、一応これ上では説明上では15分から30分ほど、塗った後は放置をして、ウエス、布ですね、とかで拭き取ってくださいねということなんですけども、すごくこう綺麗に仕上がりました。なので、もしお部屋でこう DIY をやってみたいなっていう方はですね、このワトコオイル、結構おすすめです。で、ちょっと実際どんな感じに仕上がったのかっていうのを、があるので、それをこうご紹介したいなと思います。こんな感じでちょこちょこお客様が、何かこうお部屋をこう賃貸でも傷をつけずにこう DIY をしたいなとかっていう、何かこうアイディアというか参考になるような情報っていうのもこれから、出していきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、また明日も配信しますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。